タコの口は当たりということで。知らんで、バイキンがあるかどうかなんて。タコに聞いてみんな分かれ。600cc 入れたいと思います。ガス。ここ見せたらもうおしまいや。なんで怖がるか。パッチーから見て、これ新しいビール買ってみました。じゃん、なんか赤い。とりあえずこれどこまで映ってないの。一寸たりとも映ってないね。乾杯しよう。うわ、すごいおしゃれんてぃ。こうやって入れた方が美味しいらしいで。一度に乾杯。今日はたまねぎパーティー。え、めっちゃ時間かかるタイプ。あっ、入ってなかった。そういうことね。これちょっとさ、動かすな。逆やな、逆向けよ。こんなんなってるやん。お前な、えらいことじゃ。それいつまでだっても温まりませんよ。線入ってませんから。こちら、意外とそうやってできるまで。いきなりやな。そんな音鳴る普通。これが作ったズリのやつです。うわお、温まってる。早っ。これは昨日の唐揚げです。ちょっと弱いけど、もうあれでやるのやめようと思う。めんどくさと思ったからさ、ちょっと弱いかもしれんけど。これはちょっと非常によろしくね。あいが作ったタルタルソースです。たくあんとアボカドと。これたこ焼きにつけて美味しいんじゃん。いただきます。このタレほんまに美味しくない。アボカドが美味しいかな。おいしいよな。ん？ちゃうやろ、ちゃうやろ。いや、いいね、いいね。こうやってかけて、拭いていくね。で、後にこうやって拭いていくんで。それは普通みたいな映画がすんじゃない。それはちょっとちゃうわ。嘘。これ普通ですって。一個玉に入れるやん。一個玉に入れた油をこうやって分解させていく。で、ここもあれ生地流せやん。ここも一応塗っとかなあかん。ここにひぶりつけるから。ちなみにこのお箸は結婚記念日にもらったものです。お揃いって書いてたからな。お箸お揃いでもらってね。しゃべらんかい。ズリ結構美味しいやろ。うん、いい感じよ。馴染んできたわ、ご飯が。それじゃあ第一部いってます。こうやってやったら怖いわ。ナイキよりもうまいんちゃう。これでも温度調整できんのが辛いな。このここに注ぎ口はねと、こうでいいやんな。いや、準備しとかなあかんで、そのあれ天かすとか。タコ入れて。タコ、はい。最初はタコ派ですね。タコでも先に入れとくんじゃん。違うよ、持ちやで。あ、2個入った。えよ、いいね。天かすは結構いっぱい入れても美味しいと思う。青のりってさ、あれネギも入れる。ネギも入れる。
なんかみんなさ、キャベツ入れる家庭もあるらしいで。俺入れるんだよ。え、入れるの、うん、知らんかったぜ。別にその入れるのが、うん、特にこだわりではないけど、入れたら美味しい。まあな、栄養あるもんな。で、マイクのところ入れてないわ、そういや。あれ、あんなとこに入れる。青のりは一番最後に入れる。あとこれ紅生姜は絶対入れるの、美味しくないね。大阪人だけらしいで、一貫に一個たこ焼き、たこ焼き器があるの。大阪人だけらしいで、一貫に一個たこ焼き器あるの。他の、あの東京とか地方にはないらしいで、たこ焼き器。一貫に一台。みんなほんまにあんのかな、知らんけど。あるよ。アイケンとかもあるし。たこ焼きパーティーって本当に幸せだわ。なかったよ、業務用のスーパーに、あの普通のキューピーちゃんが。だからキューピーちゃんかよっていう残念感がもう半端ない。そう、そのか、そんな顔してたから、うん、そうね、なかったよ。いや、言うやろなと、キューピーちゃんちゃうんかいって言われるやろなと思ったけど、キューピーちゃんちゃうんかいとは言わんなんかちゃうやん。そうもうキューピーちゃんちゃうやん、キューピーちゃんちゃうやん、もうキューピーちゃんちゃうやんと思って手伸ばせたからさ、キューピーちゃんちゃうやんって言われるわ。おい、キューピーちゃんちゃうやんけとは言わんわ。これ、うん、これなんじゃないの。割り箸でもやりやすいけどな。あ、ないの、うん、気づいて、もういってるから。あら、あったと思うで。多分探したらあったんだけど、これでいけるって。ほら、全然それいけたとは言わんわ。まだ火通ってないからいけたとは言わへん。これ最後に油回しかけるのが美味しいね、うん。あ、でもふっつくない、やっぱ最初一発目は。やりにくいな。ちょっと待って、垂らすわ。うん。速攻あった。でもな、これな、あんまり下な、ゴリゴリせんといてな。うん。マジでな、もうメッキが剥がれてな、もうすでに剥がれてるんよ。誰がやったらのってくらいメッキ剥がれてるから、ほんまはお箸でやるのが一番いいよ、割り箸で。まだやわ。なんかたこ焼きって生きっちゃうわ。何のベーこれ。なんか新しくできたやつ、 3.5 あると。飲んでみる。いや薄いの。薄いんちゃう、アルコール度数が薄いんちゃう。うん、だから飲みやすいんじゃない。油が全然。そうやね、ちょっとセルシヘルシーに行きたかった。最後にまた回しかけるからな。最初はぐちゃぐちゃでいいねで、そっからだんだん。もう相手も職人やから悪いけど、でも全然いけんな。うん、でも何年も前のやつやろ。すごいよな、たこ焼き作って一回抜きたい。必要ですね。大丈夫、やれんか。ここでこれがあるってことはやったやろ。あ、そういうことかな。いや、でも伝えてやったもん。嘘、あ、やったな、ほんまやな、やったやった。ちょっとあんねんから。それこそ あれでやったな、あの実家のやつで。あれでもそうやったっけな。でかいやつでやったわ。あ、そうやな、でも、うん、楽しいなとか言ってやってた。楽しいな言ってやるな。楽しいな言って。楽しいな、たこ焼きって楽しいな言ってやってたで。よう覚えてんな。いや、あるから。おお、あるからっていうか、やったし。で、あるし、うん、タンパク質補給できるやろ、それで。うん、こっち火弱いな。うん、弱いなあ。だってさ、こう、うん、いう感じやったよ、熱のあれ。ああ、熱線、熱波、熱波、熱線ってさ、ゴジラ思い出すわ。ゴジラおもろかったな。うん、で海外でさ、なんかうん、でもここまでなったらこれできるよな。うん、そうやな、ここか、まんまってきたらな。それまでは多分弱いからさ、ちょっと液少なかったか。足す、ここ、この辺とか。たこ焼きちゃうやん、これな。ちょっと足すわ、うん。でもなんか生地いい感じやろ、測ったから。うん、うん、
ちょっと足す、そう、足す2分とかちょっと少ない、少ないところ足していきます。はぁ、あ、たこ焼きって楽しいな。どうですか、うん、やべえ、買っといてよかったよ、うん、気が利くやろ。でもまあこれ火がちょっと弱いっていうのはちょっと難点ですね、このホットプレート。どうですか、でもこんなもんちゃうの。いやだって火弱かったらな、水分飛んでまうのよ、この中身の。なんかパサパサなっちゃう。だから強火で外カリッと焼いて中トロッとした方が。ちょこだわりあるやん。もう大変やん、そんな。こだわりない人とかおるん、逆に。何言ってんの。こだわりない人はおらんやろって、だから。家でやる、たかが、たかが家でやるたこ焼きやで。お。こんなんこだわらなあかん。美味しく食べたい。水分がどうのこうのとか。水分あるってだから。これ、そんなん、美味しいじゃん。あれなの。何文句言ってる。いや、もっといけるんよ。まともにコロ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 やったらカリカリになるやんか。そんな底辺で満足してたらあかん。底辺言うね。ごめんなさい。結構今から楽しんでくれる。ごめんなさい、ごめんなさい。底辺のたこ焼きか。それはごめんなさい。それは違う。それは言い過ぎた。たこ焼き、丸いものを食べる話してるのに、何底辺の話するんだよ。いや、どういうことない。どういうことか分からん。それはどういうことか分からへん。ちょっと上に後から油回しかけてもいい。今こっから油かけんの。そう、まあ、じゃあかけやんの食べたら。ああ、そして俺別に油なんかもいいな。カリカリでめっちゃ美味しいで、うん、そろそろ行きますわ。いいよ、俺が。こっち半分、うわ。いいな、そんなするの。揚げだこみたいにしたら美味しいね。これが美味しい秘訣やね。あぶね。こっちはせんとくわ。おいしいやな。おせろ。せやな、美味しいね。これがなんか、美味しいらしいで。そうな。だから普通に、めっちゃ普通に安いたこ焼きの粉でも、こうやってやったら美味しくなるらしい。へ、うん、なんか、昭和と、令和とか平成かな。ちゃんとできてるやん。あー美味しい。うん、できてるな。なんでシソなんかある。シソ上からかけたら美味しいかなと思って。そうなん。うん、あとシソとかそういう薬味が好きやから。これこっちがなんちゅう匂いだ。ごめんなさい。こっちが、分かった分かった、こっちがシソで、こっちが、あの、ごまの葉。これ、置いて、うん、ソースもマヨネーズもかけた上でこれやったっけ。ちゃうな、さっきこれを置くんか、ほんで上からこれか。ん、チーズは、ここに鉄板に置いた方が美味しいで、こうやって、一旦ここにどけて、ここにチーズ入れて、あ、で、上からかぶせる、なら溶けるから美味しい。俺はそれも別にそれはそれでいいねんけど、あのここに置いて上にパラパラかける方式でまず食べたい。いやー、まあこだわりがね、多分まあそれはそれで。おい、パクんな。パクんな。美味しいやつパクんな。いやー。火弱いからな、こっち。ここな、こう。オッケーオッケーオッケー。ちょっと油多かったなと思ったから、ちょうどよかった。もう出た、食べよう。早ない。うん、もう行くの、うん、いいね、美味しそう。それは美味しそう。明太子上からかける作戦ね。チーズのせてる作戦ね。うん、ソースつけんねんよ。マヨネーズじゃないんよ。え、どういうこと。え、あのチーズとか明太子入れてんねんやったらマヨネーズだけやろ普通。そうなん。うん、ソース入れへんよ。え、そうなんだ。だって明太子の味しやんやん。マヨネーズ、うん、ほんまやな、まあ、いいや。じゃあ、かつお節は？いらん。まあいいや。いい？うん。ここにあるかつお節一応そっち置いておくな。うん、
カリカリなってんじゃん。美味しそう。うん。うまい。どうですか。美味しい。美味しい。あ、よかった。先ほどたこ焼きもいいでしょ。うん。たまには。明太子絶対たらし、たらたらんな。うん。200しかないの。まだいっぱいある。めっちゃ、なんか安かった。400円ぐらいで、めっちゃ入ってて。あ、かけます。で、あいつ、あ、ネギもあるけど上から。いる？かつお節は絶対いるで。うん。このパックになってるのめっちゃいいよな。このかつお節美味しそうじゃない？うん。で、あいつは、醤油もありやねんけど、チーズ、チーズ。チーズ美味しいで。チーズ美味しいよな。うん。このチーズ、溶かしてから今日は入れたいタイプやけど、うん、溶けてるでも、溶けてる上からかけたから、そうなんだ、ガサやからか、美味しいよな、青のりも、なんかな、青のりってさ、なんか旨味成分が3個入ってるらしい、うん、何か忘れたけど、あ、めっちゃ美味しいわ、嘘、ほんま、何何何、うん、なんか、カツオやって青のりかけて、嘘、青のり、青のりは絶対いるらしい、あ、歯につくからな、青のりな、今までつけへんかったけど、青のりはやっぱり旨味成分がめっちゃ入ってるらしいわ。何旨味成分？あの、そういうなんか、人間が旨味成分と感じるもの。だから青のりの旨味成分って何の？まあ後で調べた、調べる。今は分かる。知らんのかな。何もかけてなかったさ、うん。見てこれ。カリカリやん。うん。で？いただきまーす。うまっ、トロトロや、おいしいな、うん、配合抜群じゃない、はい、大葉もおいしいで、意外と、おいしいだな、おいしい、おいしい、めっちゃおいしくない、トロトロなんですけど、明太子マヨハマっとってるやん、うん、これあのタルタルソースも美味しいな、うん、チーズ美味しいな、うまい、あ、うまっ、あ、これやばい、パリパリ、あるよ、余裕やろ、肉、うん、ちょっと待って、明太子出す、うん、冷蔵庫からさ、うん、の上のな、お魚のコーナーが入ってる、上にめっちゃいっぱいあるやん、あるやろ、うん、嬉しいやろ、うん、こんな手入ってるって安いよな、でも考えて、次はソースかけてみよう、次エビ入れてもいいやか、たまには家で食べる、あの食べるさ、たこ焼きってさ、うん、なんかちょっと特別感あるよな、うん、おー次チーズなんかこん中入れてみようか、そうしよう、実験してみるのもありやで、ちょっとこれ巻いたら、うん、チーズをしよう、チーズ先巻く、じゃあ最後やな、なんかちょっとだけ後半やな、おいしい、そりゃアイディア作ったら美味しいわ、マヨネーズキューピーちゃうけどなんか別に気になるやろ、うん、油ひかんでいいよな、結構ついてるよな油、うん、これ何の切ったやろ、何切ったやろ、次エビ入れてみる、タコと半々にする、いや俺全然タコでいい、エビは別に何でもいい、どっち入れてもいい、2個とも入れる、そうやな、なんか明太子、マヨチーズほんまにうまいわ、ハマる、うん、じゃあチョキシやないですか、うん、ちょっと溢れそうなぐらいの方がいい、うん、私たこ焼き屋さん、ちっちゃい時さ、うん、たこ焼き屋さん、うん、おばあちゃんが、うん、バーってかけていい、うん、結構いっぱいの方が美味しいで、天かすは、おばあちゃんがやっててさ、美味しかったわ、めっちゃ安かったよ、ぐらいの時代、1個10円の
とかあったり。やっぱそうなんや、うん、でそういうでもたこ焼きのおばちゃんって結構さ怖かったりすんねん。ああ愛想悪い、愛想悪い、そう口座のギャーとかでも優しいね、言うて、うん、1個負けしたるわとかって、うん、そういうのがいいよな。だからもう明太マヨ以外食べる気せえやん。そう、うまソースいらんな。いやソースもちょっとかけた方が美味しかったんだ。うまソースこんなにはあれやねんけど、これでも鰹節入れてる。うん、鰹節めっちゃ美味しいわ。やっぱり鰹節なかったらあかんわ。めちゃくちゃ美味しいじゃん。なんか焼けてんのかいな。焼けてる、焼けてる、うん、うん、これで終わるか。これで終わりか。あと、まあ、ちょうどいいんじゃない。うん、これタルタルソース美味しいでしょ。入れてつけて、うん、もう今日中に食べ終わらなかった。明日は多分無理。これニュージーランド製造、アメリカ製造、どっちや。二個ともかって、ニュージーランド。何個かあってんけど、あれそのチーズができますけど、うん、ミックスされてるやつ、うん、うん、明太子おいしい。これがおいしいわ。買ってこれよりおいしくない。うん、うん、でもこの粉おいしいね。うん、だってさ、398円から400円ぐらいすんねんけど、まあまあ高いの。それでこの40個。いやまだある、まだあと、あと倍ある。すごいな倍、うん、でもあんま食べ過ぎて太りやん。だからもう40個でいいかなと思って40個にしました。まあまあでもちょうどやと思うんで。うん、うん、こうやってちょっと半煮焼けの時にやるね。半煮焼けまだやって焦るな。自分の敷地内でこうやって分けといた方が回しやすいよ。なんかってでどこがなんか分からなくなるような感じも、うん、ちょうどいい感じやわ。でもいい感じや、多分回せるで。ここが気がつくとこ、そうだよな。そうそう、そういうこと、そういうことなら回せられるやつ。半煮焼けの時にあの半煮焼けってないの。くるっと回してるのが、うん、あの綺麗な丸を作れるコツ。まだ焼けてないとか言って待ちすぎたらあかん。なんか入れ忘れ、あ、チーズ、生姜、チーズ、それ半分ぐらいで届く？うん、なんでもいいよ、別に少ないし。どうしようかな、別にと後で入れるから別になんでもいいねんけど。うん、紅生姜があるから美味しいんで、してた。うん、結構ちょっと急がなあかん。チンタルしてる場合じゃない、言っとけ。おお、ここめっちゃ綺麗に入れた。入れたな、うん、ここ全部いけてんで。入り口をな、ちゃんとな見極めてからじゃないと回せあかんで、ね、めっちゃ語るやん。じゃないと回せんからな。で、入り口のこうやってほんこうやってこうやってすぐほらな、見たか、うん、今の見たか。あとは任せた。オッケー。おっ、たこ焼き1個余ってたわ。食べなきゃ。美味しそう。うん、これでもちょうどええよな、ちっちゃいで。うん、でかかったらあれやもんな。またさっきみたいに油すぐで流すの、うん、どっちでもいいよ。あ、ないいよ、流してくれ。あ、チーズ入ってるからどうやろう。あ、そういうことね。うん、脂質がな、チーズの油がカリカリにしてくれる。あ、そうな。そう、ちょっといらわんとこか。うん、まさか明太子がこんな美味しいとはな。やろう。うん、炭酸とめっちゃ合うよ、たこ焼きと。ああ、まあ確かにな。どんなビールとも合うの。合うで、一緒やん。ビール味はあんまほぼ。お、固まってきた。固まってきたな。うん、今たこ焼きってなんぼ。高いで、900円ぐらい、800円ぐらい。何個で？ 1,2,3,4,5,6 6個ぐらいで、5、7個。6個で800円。6個7個で、絶対けどな、1個が。まあまあ高いで。
そのサービスエリアで。マジで これ800円800円ぐらいで。うん、高いで。あれの昔から行ってるめっちゃ美味しいとこ焼きさんあるけど、そこもまあまあ高い。1個、あれは600円ぐらいか。1、2、3、4、5、6、7、8、8、6個か8個かわかん。まあ、それこそでかいけどな、玉が1個。最近たこ焼き屋さん高いイメージしかないもん。家でやった方がいいわと思っちゃうぐらい高いの。まあ、家でやるの結構手間かかるからな、これは。めっちゃ簡単、切って混ぜるだけやで。いや、なんか、いろいろ揃えなんかやん。あ、それだけで結構お金使うで。でもこれ、だってさ、明太子とかも後で食べれるやん。おにぎりの具にしてもいけるし。まあまあ、ネギも入れても安いやん、これ味に。タコやな、タコとかが高いから、中のタコ。エビをでもあって冷凍、いつも冷凍してるやつやから。タコなかったらエビで代用したらいいんじゃん。それはタコ焼きじゃなくなるやん。エビ焼き。ちょっとカスカスになっちゃったな、あのエビ、エビとかさ、いっぱい入れちゃったから。あ、ちょっとなんかふにゃな感じ、今回。そうやろ、だからうん、あのこれ入れてないから。入れたらいいやん。入れる？どっちでもいい。カリカリにしたいね、やっぱり。こだわりがね。うわ、なんかついてる。え、何のとこに入れてるの？そうそう、ここに入れたらカリカリなんだ。こうやって。知らんよ。で、どないなの？まあまあ、見ときなさい。チーズってとろけるから欲しいんじゃん。そこやったら、こうなん。こうなんね。一個くれ。いいの？いいよ、これ食べ。それもにゃもにゃやけどいい？タコすげえ、すごいやろ。これでほんまカリカリにして食べるのも美味しいんで。なるほどな、すごいアイディアやろ、うん、これは令和のアイディア、うん、あ、でもすぐ乾いてしまうな、これ。それも美味しいんで、うん、あ、くっ、うん、めっちゃ美味しいな。めっちゃ美味しい。やばい、たまらんねんけど。明太子過剰摂取してまうな。うん。やば、そんなつもりなかったね。もうほぼ食べちゃった。待って、ほんなら取るか。ああ、エビが。でもあれ、アキ、今40個か。これさ、20個やった。こうやって、美味しそう。やったやつをちゃんと紹介しよう。明太、チーズ、ああ、そうやな。カメラで。こっちで、携帯で。あ、もうちょっとチーズと、かつお節かな。で、青のり。で、青のりでもいるで、絶対。じゃあ、商品名のいらんやろ。明太チーズマヨ。明太チーズマヨね。ソースもかけんねん。ソースのちょっとかけてる方が美味しかった。美味しかった？うん。これ、ちょっと育てなあかんから。このタコのやつ、ちょっと切るわ。これ、やっぱりこんながさっきさ、うん、チーズ入れたやんか。うん。その旨味もこれ凝縮されとんな。わかる。チーズやっぱいるやろ。でさらに今上からチーズ振りかけてんやろ。うん。じゃ豪華やな、これは。チーズな。で結構お腹いっぱいなんな、ほんで。なる。な。うん。私80個、うん、腹いっぱいになったけど、たこ焼き40個か。2人で。うまいな。いやでもあれ。やばいな。うん。お腹いっぱいっちゃお腹いっぱいけど、まだそんなにさ、うん、めっちゃお腹いっぱいなわけじゃないな。うん。その普通の食事として考えてってことやけど、うん、もうあとだってあと2回ぐらいいけるやろ。うん、無理。え、あれも腹いっぱいで。すげえ、そうだ。うん、朝食、うん、食べ過ぎやな今日は。うん、うん、おいしい。その辺に好き、おいしい。美白。うん。うん。うますぎ。全かけやん。うん。よっしゃ。集大成。うん。うま。え、でも腹いっぱいじゃない。うん。
お腹いっぱいになってきたよ。2回な。でもなんかほら見て、ちょっとカステラみたいになってる。だから下の粉が溜まってたからちょっと濃いかも。あ、そういうことね。これいる？いらん？食べていい？お腹いっぱい。引き込ませて。だけのやつ。そう。こういうこと。あー、食える。おお。すげえな。それ、もう片面もやったら？あ、そうしようか。うん、カリカリにするってか、パン感じ。カリカリにせんでも別にどっちでもいいけど。両面。転がしていい？いいよ。あれ、なんかこっち、あ、もうそうか。一体化してんねん。なんで今一体化してんねんって。違う。ここを打ってなかったら意味ないなと。一体化してんねんとか言って、顔だけ踊ってたらさ。こうやって。熱い。でも、もう鶏食べ。絶対美味しい。はい。もうこれで美味しいで、ほらほらほら、このチーズ見て、ちょっと。この角度で見て、あ、もう終わる。一万円か。あ、美味しいと。あ、すげえすげえすげえ。いらん。うん、あ、もらっていい？いいよ。え、何食べるのこれ。よいしょ。あー、これは、あそうやん、あ、塩で食べようかな。塩。この琉球牛。沖縄の塩で。沖縄の塩と、大葉で食べようかな。大葉はちょっと邪魔するから。大葉は邪魔するで。邪魔するな。なんで大葉持ってきたんやと思ってたの。え、だけど。たこ焼きの魅力全部死ぬで。全部持っていかれんで。だって俺さっき大葉ちょっと、あの、食べていいやん。うん、もうそっから5個ぐらい多分、大葉の全部死んでた。何こんなんここに置いてんねんと思う。うん、あ、おいしい。塩。塩めっちゃおいしい。食べてみる？塩とチーズめっちゃおいしい。ええわ、ええわ。うん。何したん？うん、じゃあなんか、エビやからが美味しいんかな。むしろ、今度さ、牡蠣よ、牡蠣をもう一個ずつも詰め込んで、入れてで塩で食う。それやってみよう。うん、絶対美味しい。あの、タコいらないで。うん、もう牡蠣だけ。まあ、牡蠣と天かすとか。牡蠣焼きってことな。やってみよう。次回は。で、牡蠣焼きで。塩。塩とたこ焼きほんまに美味しかったで。うん、びっくりした。だってあそこのお好みほんまに美味しいやん、塩でいくと。うん。あの、牡蠣おこや。牡蠣おこ。だから牡蠣玉。牡蠣玉？玉ちゃんっていう店で、うん、牡蠣おこや。違う、その話じゃない。俺はもうそっちから、もうこっちに話を移ってる。牡蠣。たこ焼き、かきたこ？かきたこもおかしいな。かきたこ。かきたこや。でもたこ焼きの。でもどっちかやで。このたこが入ってるから、たこ焼きなのか、たこのこれみたいやから、たこ焼きなのかっていうのは、これ。絶対たこが入ってるから、たこ焼きやって。たこやから、たこって足が入ってる、たこみたいやから、たこ焼きっていうことだから。このイボがたこみたいやから、たこ焼きっていう説もあるやん。説っていうか。へぇ、そんな初めて聞いたけど。そういう可能性もあるってこと？うん、だからそれ設定が有力なんやったら、これにこれ流し込んで牡蠣を刺して牡蠣たこ焼きって言っても成り立つやん。でもたこが入ってなかったらたこ焼きって読んだらあかんっていう言い伝えなんやったら、でもなんかさ、よく みんなさあれ、これたこ入ってないからこれただの焼きやわって言うやん。そんなん言ってるやつ知らん。あえての意見なしか。え、あ、それ絶対美味しいわ。食べてね。チーズが固まってるやろ。食べる？いらん。そう、チーズ、そう、あえが言いたかったのこれ。チーズをカリカリにして、うんうんうん、周りをカリカリにして。わかるわかるわかる。絶対かきおこ、かきおこじゃん。かきたま、え、たたまじゃない。これでもかきたこ。うまいな。かきたこじゃない。してるはず。ということで今日はたこ焼きパーティーでした。
美味しかったですね。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。次は柿タコパーティーで。ちょっと名前を、名付ける方はちょっと。名付けはちょっとまだ。ウィキペディア調べて勉強しよう。勉強してから皆さんにお伝えしたい。ウィキペディアで勉強しよう。ウィキペディアで勉強してお伝えしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。よろちゃいきと。げんちゃんでした。バイバーイ。